北海道コンサドーレ札幌のファンサポーターの皆様、ご参加しております。2008-2009在籍していました柴田慎吾です。クラブ創立25周年おめでとうございます。私は今アカデミーグループでアンダー16を担当し、選手を育成しています。印象に残っていることは、2008年アウェーレッズ戦で埼玉スタジアム超満員の中でプレーしたことです。その試合は負けてしまったんですけども、僕と砂さん、あとは高木コーチも出てて、今一緒にアカデミーで仕事をしている人たちと試合をした記憶があり、とても感慨深く思っております。あとは寮生活もすごく印象に残っていて、当時は、レッツにいる西大吾選手で、今キャプテンの宮沢博己選手と、なんかと一緒のように寮生活をしていたんですけども、本当に、くだらない話や一緒にゲームをしたり、とても苦しいシーズンだったんですけども、寮生活は楽しく過ごした印象が残っています。現在もたくさんアカデミー出身の選手が活躍しているんですけども、 J1 優勝のシャーレを掲げるようなことを期待しています。コンサドーレは J1 で安定した戦いができている中で、もっともっとより上のクラブになるためには、間違いなくサポーターの皆様の声援サポートが必要になってくると思います。今コロナ禍で厳しい状況が続いていますが、しっかりみんなで力を合わせて、また選手が札幌ドーム集めを前にして、選手を後押しをしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。